紙の聖母の保護の教演について、10月14日に2100108、ロシアのウラル山脈で何か信じられないことが起こりました。私たちを遠ざける休日に意味を与えましょう。910のイベントに、コンスタンティノープルのブラケルナエ教会で行われた、聖母の服は5世紀から保管されています。ビザンチンの聖アンドリューの生涯によると、聖なる愚か者、彼と彼の弟子はこの神殿で神の母自身を見ました。彼女がハンカチでそれらの存在をどのように覆ったか。そして今、数年後、物語は確認されました。当時、普通の人は素晴らしい現象を見ました。どこかに向かっている軽いシルエット。私たちはそれを見る。カメラが少し揺れる。しかし、あなたが見れば、それからあなたは足の動きを見ることができます。ステップは目立ちます。神の母は信者を訪ね、この出来事は目撃者によって捉えられました。ベトナムの聖母マリア・タパオの像、フアン・ハエト、ノ・ウォーターフロントで有名になったのは、イベント、1999年。この場所へ、多くの巡礼者が毎日来ます。それは神聖で覆われていると考えられているので、多くの伝説と信念、噂によると、ここで奇跡的な癒しが起こり、その他の原因不明の現象、目撃者は言い始めました。神の母の霊が像の近くに現れること、山の周りを一周します。驚いたことに、人々は目撃しました。聖母マリアの出現、彼らも成功しました。修理、映画で起こっています。アフリカでの聖母マリアの出現、コートジボワールでは、通常の電話で撮影が行われました。おそらく10、15年を記録、戻る、何かに気づいて集まった人だかりが見えます。太陽の下では珍しい、太陽の下でシャープに現れる、聖母マリアのシルエットと多くの人々が歓喜の声を上げました。不可能は彼らの目の前で起こっています。彼らは奇跡を見ます。Thank you.